アリア E4 ースで大冒険。日産はポールトゥーポール探検チームとともにアイスランドのレイキャビックにて北極から南極までポールトゥーポール約2万7 0 0 0トルの冒険に向かう電気自動車 EV アリアを公開した。2023年3月にスタートする壮大な冒険では 狂言や深い雪、急勾配の山や人を寄せ付けないような砂漠の砂丘など、美しくありながら極限までに過酷な地形や環境の中を旅する。極地探検者のスペシャリストであるアークティックトラックス社は、日産のデザイン及びエンジニアリングチームと協力し、厳しい環境に対応できるよう、アリアの準備を進めてきた。一方、 あえて重装備とせずバッテリーや、パワートレインは市販車のままで、最も大きな変更点は、サスペンションの調整と39インチタイヤの採用に留めた。これらを日産の電動四輪制御技術、E4 号スと組み合わせることで、探検者は極限の地形に挑み、南極点への到達を目指す。 今回の冒険のリーダーであるクリス・ラムゼイ氏は、私たちの冒険が目指すことの一つに、車の本当の実力、日常的な能力を明確に示すということがあります。ですから、標準的な市販 EV を使用し、最小限の変更でどんな場所も走ります。今回も同様で、ドライブトレインとバッテリーは、 工場出荷時のままである市販のアリアを使用し、この車がいかに高性能で多用途であるかを示します。サスペンションを変更し、ホイールアーチを広げることで、安定したプラットフォームと39インチの BF グッドリッチタイヤの、ベネフィットをより引き出すことができるようになりました。そして、もともと素晴らしい車が、さらにスタイリッシュになり、 地球の果てまで行けるよう準備が整いました。今からドライブするのが楽しみでなりません、とコメントした。大のコーヒー好きであるクリス・ラムゼイ氏しようとして、特別にエスプレッソマシンも装備されている。アリアの子ドライバーは妻のジュリー・ラムゼイ氏が務める。また、今回の冒険では、 再生可能エネルギーを活用する革新的なポータブルユニットを、極地でのアリアの充電にしよう。牽引可能なこのプロトタイプには、軽量の風力発電機とソーラーパネルが搭載されており、強風と長い日照時間を利用して、ドライバーが休憩している間に EV のバッテリーに充電を行う。